スロープっていうのを初めて体験してみたんですけども、この実際にこの傾斜が変動するような、最近和風とかも一緒に出してますけども、まあ、その中でも4本ローラーとか3本ローラーといったこの車軸が固定されていないタイプの自転車でこういうものが体験できるということに素直に感動を覚えましたし、実際にこのツイスト上だったりとかマニュアルで負荷を変えてみて、まあ、面白いなと思って、インドアトレーニングがちょっと単調になりがちなんですけど、まあ、そういうものにスキルだったりとか変化を与えてくれるものとして魅力を感じます。やっぱりインドアトレーニングっていうのはずっとやってるとかなり条件が揃いすぎていて、特定のものにすごく強くなりがちっていう欠点があって、僕のプロ選手のキャリア初期には、まあ、それが結構弱点になった面っていうのもあったと思うんですけれども、まあ、そういう欠点を補ってくれるような、製品になっているんじゃないかなと思います。ずっとやってるんですけど、自動負荷とかスローピング機能があることで、より実際のコースを走っているような気分になれたかなと思います。普段サンボローラーでマグネットの負荷で、やるものをローラーで使っているので、まあ、実際には負荷は自動的には変わらないので、他のローラーであれば、まあ、負荷に応じて強さが変わってしまうので、まあ、より現実感のあるトレーニングができるかなと思います。シャドウがあってまずびっくりするっていうのが一番の感想ですね。でズイフトで試したんですけども、やっぱ画面とある程度マッチングしていて、まあ、より実装感が出たかなと思います。普段から Q1 でズイフトで楽しんでるんですけども、この昇降スロープがあるとより楽しくなるんじゃないかなと思います。エレベーターユニットを今回いち早く使ってみたいなと思って乗りに来ましたけど、まあ、購入しようと思います。面白いです。もともとズイフトない時代からずっとやってたんですけど、やっぱりメニューを淡々と凝らすのはかなり辛いので、スマートローラーとかその昇降ユニットが加わるとさらに、まあ、実装感覚っていうか楽しめると思います。本当に実際に峠を走ってるようで、実装感が、今までも4本ローラー使わせてもらってて実装感すごいなと思ったんですけど、またさらにそれが実装感があって、外に出る必要ないかなって感じ。今までも固定ローラーとか使って手に上げて使ってたんですけど、それでも練習してもなかなかこうあんまり実装感っていうのはなかったんですけど、これを使ってヒルクライムのトレーニングと上げて富士ヒルに今年また来年また出たいなというふうに思いました。はい、今日はこれ買ったらゴールドいけると思います。まず一番最初に乗ってって思ったら静かですね。すごい音が静かなんで、まあ、そういう家でそういう環境がない方も多分これならいけるんじゃないかなと思います。はい、それから後傾レンスで200回転ぐらいで回したんですけど、その時にもローラー自体にブレがほとんどなかったんで、すごくなんだろう、練習にもすごくいいんじゃないかなと思います。すごく乗りやすいと思います。負荷の感じはやっぱりだいたい感覚的にはシャドウが5度とか6度ぐらいの感覚だと思うんですけど、やっぱりこの3本ローラーでバランスを取りながらその状態で練習できるっていうのが、やっぱり実装に近い形になってすごくためになる練習だと思いました。部屋で3本ローラー使ってまして、でそれと比べると乗り出しが、まあ、すごく安定感があって、で負荷が今まで部屋で使ってた3本ローラーは一番負荷が重いところでアウタートップとか入れても回し切っちゃうんですけれど、これは多分当分練習しないと回し切らないなという感じはありました。音と振動はすごく静かです。安心して隣のクレームが来なさそうなような感じです。すごく安定感がありまして、素直に乗れるようになってます。うるさいんかなと思ったんですけど、音も静かなので、自分9.1.1乗ってるんですけど、それ以上に音の静かさは体験できます。クレームの方の剛性ですね、あるもんですから伝わらないっていうところで、まあ、それも乗りやすさとか、まあ、振動性も吸収されてるんじゃないかなと私は思います。そうですね、急に比べるとどうしてもその不安定感があるんで、やっぱ乗りやすさは 9.1 の方が乗りやすいですね。バランスを取るトレーニングをするんであれば、こちらの商品の方がおすすめできるんじゃないかなと思います。